どうも、北野です。本日は銀パローさん、ラーメン屋さん銀パローさんのテイクアウト油そばをいただきたいと思います。というわけで、はい、こちらです。もうね、匂いがすごくなってます。お腹が空きすぎです。そんな腹ペコな僕はさらにこれも用意しました。よいしょ、ネギマヨパイクーセットです。ネギマヨパイクーセット、パイクーっていうのは豚バラを味付けして揚げたものなんですけど、これをね、ラーメンに乗ってるね、パイクー麺とかね、私大好きなんですけど、今回は、まあ、明らかにチャーシュー乗ってますけど、一応ネギマヨ寿司的なものにパイクーが乗っかってるという。いただきます。油そばのね、こちらもガチリと混ぜていきたいと思います。いや、もうこのね、ネギの匂いとね、ニンニクの香りすごいさ。テイクアウトした場合はお湯を 20cc ぐらい入れてレンジで 500W で1分ぐらい加熱すると美味しくなるということで、もうしております。その辺抜かりございません。よし、こんな感じでね、麺が、うん、サラサラとなってきたらいいでしょう。ほんでは、食べていきます。匂いがやばい。うん、なんだろう、香りを楽しむものなのかな。いろんな香りが体の中を突き抜けますね。めっちゃうまい。ちょ、パイクいっちゃいましょうか。パイクです。うん、このね、まあ柔らかい、ふわふわの衣の中に味付けの豚バラが入ってるんですよ。これたまんないです。というわけで、こちらがネギマヨロール的なやつですね。ネギマヨって言いながらチャーシューを思いっきり入ってますけど、うん、ネギの風味とマヨネーズの酸味がすごいんだけど、そこにチャーシューがいっぱい入ってるから、チャーシューのコクと旨味がもうマヨネーズでもう混然一体となってる。美味しい。パイクうまい。うまい、本当においしい。器の中に美味しい油が残っているのと、具材もちょっと残っちゃってるんで、ライストに油をご飯に混ぜます。チャーシューご飯です。ご飯がふわっとこの醤油味とうまい油をまとってるんで、たまらんです。というわけで、本日は銀パローさんの油そばとネギマヨパイクーセット、こちらにいただきました。最近始まったみたいなんですけど、テイクアウトでお店でも食べられるということで、
ぜひね食べていただきたいなと。あのお店の醤油ラーメンと同じタレを使ってるらしいんですけど、この油がすごくいいのかなと思うんですけど、全然脂っこくなくて、でもスルスルスルっと入ってくる感じがたまらないですね。でもチャーシューもゴロゴロと入っていて、ネギもシャキシャキとした食感があって非常におすすめでございますと。でネギマヨパイクーセットは、あの銀パルトンでねおなじみのパイクーというあの豚バラの揚げたものをトッピングにしたネギマヨロール的なものですけど、中にここもねチャーシューが入っててね、あの旨味とコクが違います。というわけで、あの皆さんぜひお試しください。というわけで、本日の動画がいいなと思ったらグッドボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら、チャンネル登録はこちらからお願いします。じゃあまた、せや。